はい、こんにちは。ボクシングの試合で起こった見苦しい反則を紹介いたします。動画の最後には反則ばかりしていた元世界王者も紹介いたします。WBA 世界フェザー級王者のフレディ・ノーウッドは4度目の防衛戦に長身のデリック・ゲイナーを迎えましたが、ノーウッドが軽量を失格し王座を剥奪されました。ノーウッドはサウスポーでスキンヘッド、攻撃的なファイトスタイルなどハグラーとの共通点があったので、リトルハグラーと呼ばれていました。39戦負けなしのノーウッドですが、この日は精彩がなく2ラウンドにダウンを喫し、その後相手を持ち上げたりローブローを繰り出し反則行為が目立ちます。反則行為に起こったゲイナーもローブローをやり返し、試合はどんどん乱れていきます。スキンヘッドのノーウッドは9ラウンドにもダウンを喫し、その後相手を担ぎ上げリングに叩きつけローブローの連打を打ちますが、ゲイナーはまたもやローブローをやり返し、ノーウッドは倒れ込みます。24勝1分けのブランドン・リオスと30戦全勝のアンソニー・ピーターソンが世界ライト級王座への挑戦権をかけて戦いました。無敗同士の一戦は序盤から打ち合いになりましたが、パワーに勝るリオスが打ち勝ちます。ダウンを奪われたピーターソンはその後ローブローを繰り返します。リオスはローブローを何度やられてもやり返さないのですが、ピーターソンはなぜかローブローを続け、レフリーはついにピーターソンの失格負けを宣告し試合を終わらせました。クルーザー級とヘビー級の元統一王者のイベンダー・ホリフィールドはオリンピックに出場したこともあり、華麗なフットワークと綺麗な連打を放つ反面、頭が低くバッティングが多いボクサーでした。ホリフィールドはラクマンに打ち込まれた時は頭を低くして対処します。そして距離を詰める時も頭から突っ込みますので、ラクマンは何度も頭突きをされどんどん額が腫れ上がっていったのでした。実はマイク・タイソンもホリフィールドの頭に悩まされ、冷静さを失って耳に噛みついてしまったのでした。50戦全勝でキャリアを終えたフロイド・メイウェザー・ジュニアですが、42戦目にビクター・オルティスの持つウェルター級王座に挑戦いたしました。メイウェザー・ジュニアより10歳若い
WBC 王者オルティスは突進力があり、常に前に出て左右のフックを振り回すエキサイティングなスタイルで人気があるボクサーです。オルティスは前進を試みますが、技術とスピードには歴然とした差があり、メイウェザージュニアが前進を許しません。一方的にパンチを浴び、どんどんフラストレーションが溜まっていくのです。4ラウンドにオルティスがメイウェザージュニアをコーナーに追い詰めて左右の連打を叩き込むのですが、冷静さを失っているオルティスはロケットのように飛び上がって頭突きを繰り出したのでした。レフリーはこの攻撃に対し当然減点を言い渡したのですが、メイウェザージュニアは再開の時の一瞬の隙を見逃さず不意打ちを食らわしたのでした。WBA 世界バンタム級王者ムグルマ選手が初防衛戦の相手に WBA 1位のパクチャンヨンを迎えました。王者ムグルマ選手は序盤から攻勢に出るのですが、パクチャンヨンの頭が低いのが非常に気になります。ムグルマ選手もパクチャンヨンも共にファイタースタイルで前に出て連打を打つ手数の多いスタイルですが、パンチ力に勝るムグルマ選手が第1ラウンド、第2ラウンドと圧倒いたします。しかし第3ラウンドに挑戦者パクの強烈な頭突きが炸裂し、流れが変わります。第3ラウンドに強烈なバッティングをされ、その後も反則行為をされながら戦っていたムグルマ選手は11ラウンドについに力尽きました。WBC スーパーミドル級王者ナイジェル・ベンの7度目の防衛戦にジェラルド・マクラレンが挑戦いたしました。マクラレンは WBC 世界ミドル級王座を返上し、敵地のイギリスに乗り込んできたのですが、歴代ミドル級で最もハードパンチャーと言われており、初回いきなり強打が爆発しダウンを奪います。初回にダウンした王者ベンはタフな上にパンチ力があり、2ラウンドには回復し攻勢に出ます。マクラレンは左右のフックをダッキングや頭を振って防御するためか、ベンのパンチがたびたびマクラレンの後頭部に当たっており、さらに
クリンチの時にもベンはマクラレンの後頭部を何回も殴るので、マクラレンはすでに脳内出血が始まっていたかもしれません。2度目のダウンを奪われたベンは回復し、反撃を試み、またもや後頭部へパンチが当たってしまい、マクラレンは徐々に弱っていき、10ラウンドについに力尽きてしまうのです。試合後、マクラレンは意識を失いましたが、医師の懸命な処置により一命を取り留めました。しかし半身不随となり、両目の失明、そして言語能力も奪われたのでした。マクラレンの妹リサさんは兄の介護に人生の大半を費やしました。対戦者であったベンは何度も病院を訪れましたが、リサさんに拒絶され、匿名で治療費の寄付をしたのでした。元フェザー級王者のサンディ・サドラーは、歴代フェザー級で最強と評価されているウィリー・ペップと4度対戦しております。3度目の対戦では、サドラーが度重なるホールディングでペップは肩を脱臼し、8ラウンド終了時に棄権いたしました。サドラーはペップとの4度目の対戦でもダーティーファイトに終始します。サドラーは名王者と評価されているペップに3勝1敗と勝ち越しているのですが、反則が多すぎたため、歴史的評価ではサドラーはペップより低い評価をされているのです。9ラウンドに揉み合ってる最中に、サドラーはなんとペップの目にグローブを押し当てて、ペップは目を負傷し、またもや危険する羽目となりました。